黒田拓也は兵庫県芦屋市出身のジャズトランペット奏者。ニューヨークブルックリン在住。2014年に日本人として初めてブルーノートレコードと契約した。2016年4月から報道ステーションの新テーマ曲スターティング5の演奏を J スクワットのメンバーとして担当。兵庫県芦屋市に生まれる。高難中学、高校に入学すると トランペットをはじめ、江南大学経済学部を卒業するまでビッグバンドに所属した。同大学在学中に20歳でバークリー音楽大学へ短期留学する。2003年に渡米してニューヨークのニュースクール大学ジャズ科に進学。2006年に同大学を卒業した。2007年当時はジャズの枠にとらわれず、ゴスペル、ファンク、ヒップホップ、 ラテンなど様々なジャンルで1ものバンドを掛け持ちしていた。卒業後さらに演奏テクニックを磨くためにローリー・フリンクに指示する。演奏活動を通じてホセ・ジェイムズと親交を深めると彼のアルバムブラック・マジックの演奏にも参加した。ホセが黒田をブルーノートレコードに紹介したのを契機に黒田は同社と契約。ホセのプロデュースでアルバム ライジング3の制作が決まった。日本国内のアーティストとしては、ジュジュ、オレンジュペコーなどのアルバムにアレンジャーやプレイヤーとして参加している。2016年、コンコードレコードに移籍してアルバム、ジグザガーをリリースした。2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、日本赤十字社とユニバーサルミュージックによって、 医療現場の最前線に立つ全国の医療従事者を応援するためのプロジェクト、最前線にエールを何度でもが主催され、プロジェクト開始時にはアーティストとアスリート研究組による何度でもの歌唱動画が公開された。ありがとうございます。